皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあリベンジマッチです。見覚えあるでしょうか、マシナギアガーディアンと。今回ね、大将だけはなんとかね、前回ね打ち倒したんでね、まあこのような形となっているんですけれども、今回はねちょっと武器違いますからね。見てくださいこれ、多連装6連撃ですね。これ6個ついてますかね、これ6個。AI コア4つでね、さらにランクアップのね、いかれたやつをね、ちょっとね、こう配備してます。まあ、ダブルバレルもあるんですけれどね。それと、我々のメンツという形でね、今回は壊される前に数人は削ってほしいところです。さあ、始まるぞ。構えてるか。バックビスト邪魔だな。バックビースト、古酒じゃダメか。ダメか。これなくすか。よし。戦ってみてくれと。はい、ちょっと待って。誰かいねえな。ノーフェイス。そうそうそう、砲台警備。急いで急いで急いで。来た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 。さあ、皆の者よ。多連装の力を見せつけろ。ではさすがだよね。6発ずつね。トン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 と。ちょっと待って。バレス、出ちゃダメよ。もう意味ないじゃない。みんなアホみたいに出ちゃうから。もうしょうがないね。やるしかないね。ただ今回は今までと違うぜ。うちの部隊がいるからな。ついてよ。おっと。しまきがない。オッケー。さあ。問題はね、味方が死なないか心配だね。誤射してね。行け、よし、オッケー、はいはいはい。傑作投球か。ヘッドショットさんどうだったっけね。ヘッドショットさんの装備変えたんだけどな。これは傑作投球だ。一緒だね。うん、よし、お仕事して。さあ、ガーディアンがちょっと硬いかな。そういけ。それでもだよ。うちのメンツを舐めちゃいけないよと。はあ、持っててもあれだね。うん、他なんかいるっけ。お、このタイプかな。泉さん、交換しよう。泉さん、おいで。よし。あとは、もう倒れてるね。はい。クロスヘッドスタッフ。誰か持ってんのいなかった?クロスヘッドスタッフ。ビッグアル。ダメか。おいで。さーて、あと残ってんのは数少ないだろう。前回の復讐をさせてもらうぜ。いけ。さあ、いけ。勝てえな、やっぱな。やるね。ほら見て、一発112ってどういうことよ。あ、待って。ああ、ガーディアンの腕が飛んだな。やべえな。やぶね。クレセントガーディアンさんの腕が飛びました。ああ、このタイプの武器持ってる人いなかったっけ?うちの部隊に。あれ、いないか。あれ、いなかったっけ?
あ、いた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 。あ、クレセントガーディアンさん、ちょうどだね。2.5 の2.27。2.3、1.9、やっぱこっちだね。よし。ユニットは、いいや。ちょっと弱いね。装備がね。これじゃあ飛んじゃうけど、これのなかなかね、上がないからね。ということでね、勝ったんじゃない？まだいんのか？勝ったっぽくねえか？勝ったな、これ。やりましたね。死亡死亡。やべ、死んだふりしてんのいんな。再起動と死んだふりしてんな。ここら辺だな。ああ、まだ転がってる。ヒギの根を止めるんだ。これいらね。よし。これも。ほい。あとは、この下にいんな。全部倒さないとね。ああ、動き出すぞ。ああ、チャドさん。さあ、起き出すやつがいるからね。気をつけないとね。ああ、カマか。もう今、B が持ってたんだけどね。もう使うことはないだろう。ああ、危ないね。結構。倒せ！そいつだ！よし。飲み込んだな。これもこれもいらねえな。これもいらねえや。よし。どこ行った？全部やったかな？まだ完全に敵の襲撃が終わりって出てないんだよね。これかな？これがいるね。あ、ここにもいるじゃん。あ、残ってんね。あ、危ない危ない。しっかりと。倒しておかないと。あとは、これだね。こいつまでやれば終わりか？どうだ。これで終わりだとありがたいね。うん。あれ、襲撃のあれが終わってないのか、まだいんのか、どっかに。はいはいはい。大方やったと思うんだけどね。おお、どうした？飛んできてんね。死亡、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 死亡なんだけどな。まだどっかに生きてんのいるのかな。とりあえず、クレセントガーディアンの腕がね、なくなったからね。ちょっと、補充っていうかね、強化しましょう。ゴディオンさん、左腕がやられたな。急いで。何つけようかな。左腕ね。重いか。器用さをなくすか。ちょっと武器が重すぎんだな。45と19キロも、これでどう？あ、軽量になった。軽量になりました。だいぶ大きいですよ。その代わり器用さがちょっと犠牲になるかな。まあ、しょうがないね。筋力上がりづらいからね。さて。一応、あ、ちょっと待って。いたわ。いや、まだ残ってる。終わってなかったようだ。いけるか。あー、6連痛いでしょうね。ほい。あれ、待って、ちょっと待って、カンさん持ってんね。引き継ぐ者がいたな。その武器をいただけ。カンさんいけ。よし。あ、これじゃない。かまじゃなかったな。あ、でもちょうどいいや。はい。はい、もらって。
よし。さあ、残すはこいつだけだ。いけ。ああ、すげえ。すげえ感じだ。いけ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 。さすが。ちょっと持てねえな。フェニックス。こんなもんだね。誰かこのタイプ持ったっけ？あれ？似たタイプの武器持ってる人いるね。ちょっと待てよ。どうにせちゃった？これか。交換しとこう。ああ、でもこれ持つんだったら、せっかくだったら、カマ持ってほしいな。デスサイズ持ってんの誰だったっけ？デスサイズ持ってんの誰？これちげ。ちげ。どれだ？もう処分しちゃったかな？ああ、カマ持ってんのどっか行っちゃったかな。ねえ。行っちゃったな。まあ、とりあえずこれでね。倒したんだけど、襲撃は終わってないな。終わってないのはちょっとしょうがないね。どっかにいるのか、まだ。終わってなかった。いたわ。指導者だ。こいつを倒せば終わる。こいつを倒せば終わるぞ。行け。倒せ。よし。敗走。勝ちました。我々やりましたよ。よし。オッケー。こんなもんですよ。うちの新たな防衛装備とかをね、駆使すればね。さて、時間がちょっと余っちゃったからな。このルーイン行きたいんだよね。ここも失われたなんちゃらなんだよね。向こうに戻る前にね、ここ行きたいところなんで、ちょっとまずは、この舞台ね、こう回復してもらわないと困っちゃうわけよね。そうだ、みんな回復してもらってね。そうそうそう、寝て寝て寝て。いいですよ。バーンさんも減ってんね。寝ようか。ここは、あれ、作ってる人いねえのか。ちょっと待てよ。工場長。工場長、それ終了。これね、ボルト作成をしてもらう感じですね。一応ヘッドショットさんについては、弾補充してますんでね。またいくらでもみたいな感じなんですけど、これ作っとかないといけないですね。よし。工場長、これお願いします。で、これね。よし。動きに行ったな。その間こっちは？まあ、寝て寝て。回復したら行くんだから。これはメンツ大丈夫かな。よし。チュンコ。ルイザー。で、バーンさんが寝てるでしょ？アグネ減ってないね。ああ、ちょっともう寝る人まだ多いわ。宣教師 OK。あとは、守護者 OK。で、ちょっと OK。はい。ちょっと待って。これは、破壊された？あれ？左？左腕が破壊されてるのか。ちょっとこっち来てもらわないとね。回復せよ。よし。さて、変なのはいないかな。とりあえず閉めとこうね。で、セーブをして。で、ご飯は持ってるよね。で、新しくボーンドッグ仲間に加えました。子供ですけれどね。まあ、どっかで。ちょっと待って、散歩しすぎじゃない？散歩しすぎよ。ちょっと待って。危ない危ない。想定外の場所にいたな。
と待ってなさいよ。追従。言うこと聞かないんだから。ちょっと開けて。えっ！おーい！おーい！なんてことしてくれた。お前が立つか。マジか。ああ。ひき肉になっちゃった。ああ。なんてことだよ。ということでね、早速、尊い命が奪われてしまいました。ああ、全く困りもんですね。想定外だ、今のは。天魚系ね。大丈夫かな、みんな。全然回復しなくね、遅えな。チャドマンティオッケーね。ちょっと待て。ああ、危ない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 。さあ、みんな出て。さあ、戻ってお仕事にね。とりあえず、回復は終わったのかい。ちょっとエスペル君がめっちゃ時間かかるな。他のメンツは体力回復 OK ね。デビッドソン OK。ティーノ。バレス。カン。寝とこうか。宣教師 OK。ここら辺はあと OK ですね。あと SL 君待ちです。回復するの遅いな。あれこんなもんだっけ。一応、電力大丈夫なんだけどね。とりあえず他のメンツは大丈夫とのことでね。よし。こうしといて。で、工場長作ってるでしょ。SL 君がある程度回復したら、行きましょうか。ちょっと待って、これ腕、左腕だよね。なんか回復するの遅い気がするんだけどな。あ、でもちゃんと色、そうだね。スケルトンベッドだよね。まあ、とりあえず、ちょっと待ちましょうか。フリック君も OK でしょ。バレス OK。チェンコ OK。カンさん OK。レイザーも OK。これも大丈夫。あとエスペル君の回復待ちと。で、とりあえず、また鬼退治に行くっていう感じでね。めっちゃ時間かかんね。エスペル君休憩しとくか。今回の旅はね。よし、エスペル君だけこういう状態。なに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 。ああ、でもこうやってやるとめんどくせえな、やっぱ。こうしないとな。連れていくか、30いくつでも。とりあえずこれ、締め出さないとな。よし。さて、行こうか。肉をどうしてんの？あれ？肉王がここにいんね。ちょっと待っててね。あれ？肉王関係ないよ。あ、ちょっと待った。熟練陶器持ってんな。やばい、餓死しちゃう。これか。ちょっと待って、誰かに持たそうとしてる。フリック君。ちょっと待って。
これだけ渡しとこう。これいらねえや。よし。さあ、こうして。よし、では。やっと役者揃ったね。じゃあね、このルイの方向かいましょうか。さあ、鬼退治です。ちょっとずつね、義足つけるとね、だんだん強く、こう、筋力とかも上がってね、強くなってきますからね、多少は。クレセント回転どれぐらいのマイナス？やべえ、器用さマイナス30だけど。どっちがいいのかだよね。器用さのペナルティで、難しいとこだね。まあ場合によっては腕を変えるという手もありますからね。腕こっちにすればね、強さ下がんないからね。こっちがね、ちょっとマイナス36%とついちゃうんですけども。まあ12%とか大きいからね、筋力上がんの。振る速度がね、変わってくるだろうからね。さて。おいでよ。大丈夫かな？よしよし。さて、つくもにですね、また。気をつけないとね。邪魔じゃ。よし。ほいほい。よし。さあ、行くぞ。君たちの親分はもううちにね、入ってるんだよ。諦めないかも。解散しなさい、解散を。ほら、もうすぐ死にかけになっちゃってるからね。もう足なくなっちゃったら、ここじゃね、ブラッドスパイダーの餌ですから。さて、問題は。鬼がどの段階で出てくからだな。徘徊してる鬼がね、多分出てくんじゃねえかな、また。できれば会いたくないよね。徘徊してんのに。あれ？進まねえな。あれ？進んでる？進んでねえな。動いてみんな。さて、動いてるね。オッケー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 。ああ、急いで急いで。鬼は5体いるのかな、やっぱね。つくも鬼とエスコートだったっけ。そんな感じの名前のがいますよね。よし。あれ、反応悪いね、やっぱね、ここら辺ね。すげえな、レッドサーベルレイドが3つ湧いたんだけど。急にどうしたのっていうぐらいに湧いたね、今ね。やべ、また動かなくなった。さまよう忍び、暗殺者。どこら辺にあんだ、これ。もうちょっとこっちか。こっち方面か。よし、こっちのに指示出そう。よしよし。嫌だな、ここら辺。厄介だな。まあ、こういうところがね、モアビルディングがあれば、橋建てれたりするんじゃないでしょうかね。拠点作るといいかもね。まあ、住みやすいかどうかは別として。あったね。ありました。ライブラリー。ここですね。多分奴らはいる。どう戦うかが、肝心ですね。さて、突っ込むしかねえかな。下手にね、ここら辺で戦おうとして、何、ヘッドショットさんがね、こう撃つのを待つとかね、そんなことやってるとね、また失敗するからね。
どこに置くかだな。配置をどうするか。ヘッドショットさんの配置ね。ここら辺に置いとこうか。よし。ちょっと見ていくか。いると思うんだよね、多分。いると思うんですよ。セーブしとこう。4。敵の数は4だな、これ。本当に4かどうか、ちょっと見てみよう。数が少ないってことはさ、質が高いんじゃねえの？どう？つくもに。1匹だな。いやー、エスコートだ。あ、つくもに。なるほど。4人ですね。よし、来た。よし、来た。あー、来た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 。焦るな、焦るな。よし。ヘッドショット撃て。あー、待って、来た。重いのか。どっか行ったな、一匹。よし、ギリギリまで引きつけて。うん。すべてを攻撃せよ。行け。さあ、行った。向かってった3人ですね。ちょっとここ何人いった？もうちょい行ってほしいとこだね。ちょっと待って、ここら辺のメンツちょっとこっちの方行こうか。カバー入れるにしとけ。よし、待って、100人って、100人って、足や、やっぱ足やられるんだよ、足。こいつらの特徴、足やっていくからね。いけ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 、そういけ。ここ相棒はいるからね、比較的。ここはどうだろうね。よし。さあ、どうせ。おっと、エスペル君、またやられたわ。まあ、生きてるだけよしとしようね。浮いてっちゃう、浮いてっちゃう、浮いてっちゃう。あー、強えな。大丈夫か？あんまし良くないんじゃない？そういうの。さあ、おい、いいダメージ入ってる、いい、入ってる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 。あれ？ヤギさんがいる。勝ち気ヤギだ。ちょっと待つんだ。連れて行こう。よし。ヤギが仲間になった。さて、どこが先に倒すかな？レイ君、レイ君。よし。やべえな、みんな泳いじゃってるわ。これがあるからね、困っちゃうんだよ。すいけ。ちょっと待って、向こうでやられてんな。大丈夫か？お、やったか、こっち。やったっぽいな。ちょっと待て、いけ、急げ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 。ああ、はい、魂ゲット。ランタンとかはいいかない。人斬り包丁はいらないね。よし。さあ、落とせ。いけ。いけいけ。よし。いいね。チャドさんいけるよ。はいはいはい。よし、オッケー。これも持ってるのいないからな。これやっぱ変えるべきだよな。つくもにがいるだろう。そこで装備をちょっと変えるか。さあ、いけ。よし。つくもスピリッツ。あ、でね、こっちもね、つくもの武器にしてますけどね。これどっち使ってたんだろうね。レイ君どっち使ってた？ああ、ちゃんといい、もいい方使ってますね。オッケーオッケー。さて、つくも特殊アーマーに関しては、今回はもうクレセントガーディアンさん行きましょう。長包丁、ナタブキ。ああ、浮いてっちゃう。行っちゃう、行っちゃう、行っちゃう。急いで。あれ、どっか行っ、あ、嘘でしょ？どっか行っちゃったんじゃない？これ。
あー、沈んでったわ。あ、いて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 。急いで。危ねえ、危ねえ、危ねえ。これ装備できんのか？おお。これは。靴もったいねえな。ちょっと靴もらっとくか。ランタン・オブ・オニ・スピリット。つくもスピリット。つくもスピリットにしとくか。よし。こんなもんだろう。靴か。誰か買える人いる？どうした、どうした、どうした、どうした。あー、レッドサベル。え、何？君たち、襲ってきたの？こっちに。それ残念だよ、もう。命知らずだね。腕だけじゃ済まないぞ。よし。相手が悪かったな。さて、おいで。あれ、もう一匹の鬼どっか行っちゃったよね。あ、いや、死亡になったね。よしよし。で、ちょっと中入りましょうか。今日はここまでですよ。いないね。いたわ。つくもにいたわ。退職にせよ。さあ、始まった。さあ、始まりました。これですね。挟め、挟め。いけ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 。囲め、囲め。よし、攻撃する隙与えるな。いいよ、こう、振りの遅い人と速い人でね、こう、交互に分けるっていうね。そして隙ができたときに攻撃が当たり出すと。さあ、いけ。あ、え、待って、スベル君、大丈夫？待って待って、死んじゃうんじゃない？あ、致命傷、大丈夫か？胸一発もらわなきゃ生きてる？ちょっと怖いな。やめろ。やめとこう。死ぬ可能性がある。ちょっと待って、動けない。動けない。さあ、いけ。倒せ、倒せ、倒せ。え、ちょっと待って。なんか、気のせい？あ、クレセントガーディアンか。今、焦っちゃったよ。あれ、もう一匹いると思って。天牛ちょっとやっぱ遅いね。筋力足んねえか。腕飛ばさないとね。そこきついな。いやー、そこ入られちゃうときついな。ちょっと待てよ。ヘッドショット。大丈夫か？ヘッドショットどこまで来た？あ、いいね。いい位置陣取ったよ。撃て撃て、頭撃て、頭。角度的におかしいけどね。さあ、行け。そっちまで行っちゃうと。そっちまで行っちゃうと。いや、そっち当たんねえな。どうしよっかな。よし、こっちだ。いけるか。当たんねえんじゃねえかな。こう、壁当たっちゃうかな。あ、壁当たってるわ。ダメだな。この一直線上だな。君ならいけるって感じで。よし。いやー、そこきつい。ちょっと待って。引こう。ダメだ。その場所よくない。いやー、きつい。この狭い地ちょっときついな。いけ。2倍速、2倍速。誰も死ぬなよ。生きててくれよ。頼むぜ。よしよしよし、いいね、いいね。そっちいいよ。よし、そっち追い込んだ。いけ。いけ。クレセントガーディア。よし。やったな。宣教師、君も装備を変える時が来たかもしれない。あ、でも宣教師はまだ高品質で揃ってるから。頭。いや、でもこれなんだよな、やっぱな。これなんだよ。これはね、残しておきたい人たちはいるよね。フリック君、レイ君、レイザー。
まあ、ここら辺は頭守れないからね。この装備しかないんだけどね。エスペル君やめようか。こっちにしようか。命優先。こちらの装備にしましょう。よし。生まれ変わった。これで多少は防具ね、斬撃と打撃にある程度強くなったんじゃないですかね。もう全然違うよね、これね。38の51だったのがさ、71ボールになったよね。靴か。靴もらっとくか。靴バックビーストに預けましょう。はい。あと誰だっけ？クレセントガーディアン。クレセント。クレセントガーディアン。よし。さーて、誰か靴買えるか。靴そうでもない人いる？ 80 の52。71、71。バランスがいいんだな。鬼のブーツでもいいんだけど、バランスいい。こっちの方にブーツにするか。あ、取りきゃいけない。バランスよくしようか。一応ね、装備考えれば、この赤いやつは斬撃に強くてね。青いのは打撃に強いという形にできるんだけど、敵がどっちのタイプで来るかわかんないからね。だから、靴はどっちつかずのものにしとこうか。靴どんな感じになった？うん。チラッて見える感じですけども、まあこんな感じでしょう。さて、とりあえず今回はここまでにしましょうか。無事に失われた図書館の方はね、死亡にしましたので、次回からはですね、またですね、こちらの右側の方の続きですね。失われた武器がやったから、もう右側ね、クラブレイダーと、敵の失われた系が多分あると思いますので、ちょっとね、次回はこっちの方やっていきたいなと思います。で、クラブレイダーやったら、そうだな、マシナギはどうなってんだろうね。次来んのかな。あー、レジェンズ。二度ホグ。二度ホグ？5日後に、とうとう、レジェンズが、大将じゃなくなったね、多分ね、これ、もしかして。さらにあるみたいです。だから、これが終わるまでには帰りたいな。ちょっと、場合によっては、こっちのルインありだな。ここら辺いんのか？無人の研究所ないね。跡地もないね。ちょっとね、場合によっては、こっちの左下、ここら辺ルインいくつかあるんですけど、ちょっとそっちの方回ろうかな。こっから一旦右側行ってまた戻ってくるっていうよりもね、この場所から左下の方に行った方がいいかもしんないね。ちょっとこっちの方調べておきますね。失われたなんちゃら系があるか。ここら辺もありそうだしね、危ないしね。ここは古代遺跡ってなってるね。勢力がね、この、怨霊鬼っていうのかな。になってたら、いると思いますのでね。そういえばここら辺は、敵走ってたな。徘徊してたよね、そういえばね。まあ、そこら辺ちょっと、こっちの左下の方を調べてね。次回。もうちょっと進んだところから、始められたらなと、思います。あ、あれがないな。あ、あるか。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。